2018年6月12日22時27分、キングダムハーツ III E3 2018発表からクリスチャン・ピーター戦、ゲッティ・イメージズ・スクウェア・エニックスとディズニーがコラボレーションしたアクション RPG、キングダムハーツ III、キングダムハーツ III の最新プロモーションビデオが、アメリカ・ロサンゼルスで開催中のゲーム見本市 E3 2018で公開され、新たなディズニー作品の登場が明らかになった。主人公の少年ソラが、ドナルド・ダックやグーフィーと共に、ディズニー作品をモチーフにしたワールドを旅する本作。これまでのシリーズでも、アニメから実写作品まで、様々なディズニーキャラクターが登場してきた。今回の E3 では複数バージョンの PV が公開され、中でも、大ヒット映画、アナと雪の女王、のワールドが登場することが判明して大きな話題に。キングダムハーツ E にも登場した、パイレーツ・オブ・カリビアンの世界を、再び訪れることも明らかになったほか、レミーの美味しいレストランのレミーも姿を見せた。